ですね。あ、始めました。はい、皆さんお疲れ様です。お疲れ様でした。いやー、もう本当にすごい展開でしたね。いやマジでちょっとね宮本さんいなかったら間違いないからボコボコにやられました。危ないもんね本当に。でもなんかね、思ったより体も動いてましたし、そうですね、すごく楽しくできましたよ。ちょっと改めて説明すると、久保さん、まあ、8回に登場されて、うん、はい、最初はいろんな人とちょっと写真撮ってたと思うんですけど、あれ、どういうあれだったんですか？いや、とりあえず宮本さんと和田さんは、うん、ホームラン打ってたんで、はいはいはい、とりあえず写真撮っとかないといけないかなと。で、終わったら上原と交代なんで、はいはい、チェンジしたらね、はい、上原が向こうで投げるっていうんで、はい、あそこのマウンド上で撮ろうかなと思ったんですけど、はい、そういうわけにはいかないですね。で、まあ、あとはね、打ち取って、アウトにしてくれた人に、はいはい、と、写真撮って。で、三振撮ったんで、1個三振撮ったんで、そうですね、自分でもね、撮っとかねっていけないまあ、で、ちょっと、まあ、実際登場されて、うん、まあ、最初、セカンドゴロで、バッター1人も抑えたんですけど、はい、僕もちょっとそこから2連続三振期待してたんですけど、はい、ちょっとまさかの3連打っていう。まさかでしたね。結構ね、自信あったんだけどね。やっぱ、でも、さすがですね、プロ野球選手の OB の方たちでも。ちょっと、やっぱり、さすがだなと思いました。いや、もう、飯田さんも綺麗に、岩村さんも綺麗に、センター前で太も、本当に。あれポンって上に上がんないでよかったですか、ね、上上がったら間違いなくホームランです。本当に良かった。ちょっとやっぱりヒヤヒヤしましたね。そう、最後ね、ラミー三振取るって、ラミーですよね、三振取るって言ってたんですけど、ちょっと三振狙ってたんだけど、あ、本当ですか。やっぱダメですね。いやっぱでもさすがトライがいいし、はい、で、何三塁線を抜ける、ね、はい、ボールだったんですけど、宮本慎也さんが、はい、マジであんなに綺麗にファインプレーしてくれるかっていうぐらい三塁線のボールをめっちゃうまい。いやうまかったですね、本当に。さすがですね。もうなんか YouTube ねコラボをこの前以前この前しましたけど、はい、いやさすが宮本さんだなと思いましたね。すごかったですね本当。だからもうラミレス選手も出てきたら球場も結構おーってなって、うんうん、これどうなるんだって言ったら、ね、ラミレスとポーンって三塁線って、はい、あ、僕抜けたな、これ久保さん打たれたわ普通に。でもとりあえず0点だったんでね。いやそうですね、はい、よかったんですけど、やっぱりモルツ軍のちょっとプレッシャーありましたね。ありますよ、ありました、うん、以前ヒーローズの方で出てたんですけど、はい、まあ、モルツはね勝たなくちゃいけないっていう方なんで、そうですね、だからまあちょっと 気はね全然気持ちはやっぱ全然違いました、ね、やっぱあっちの方がねモルツの方がやっぱりすごいプレッシャーある。あ、プレッシャーあります、やっぱりモルツの。僕もなんかドリームヒルズはちょっと楽に見れたかもしれないですけど、うん、モルツで久々に出てきて満塁になったんで、これちょっと本当にやばいかもしれないやばいっすよマジで、本当にやばかったですよ。はい、ちょっとやばいかもしれない。でもそっからでもその後も山崎武選手、うんうん、もうスクリを解禁して、うん、もう三振に取り、いや本当です、もうとりあえずね、もうまっすぐだけと思ってたんですけど、はい、そういうわけにはいかないですね。さすがです、本当に。いや、そうですね、うん、やっぱりまっすぐやっぱさすがですよね。簡単に打つ、簡単に打つ、やっぱね、ちょっとあれぐらいの120から130ぐらいのボールを投げてると、はい、多分簡単にこうポロンってバットに当てて飛ばす技術はやっぱあるんで、そうですね、すごいなと思いましたね。さすがだなと思って。本当今日いろんな人出てたんですけど、久保、うん、さんも結構120後半、まあ、130近く出てて、うんうん、かなり出場選手の中ではトップクラスに早かったんですよ。そうですよね、そうなんですよ、そうですよね。球場も結構もうピッチング練習でわーって、うんうん、結構ドーメイてて、うん、なのにね主に結果は伴わないっていう。まあでも本当に楽しくね、できたんで、めちゃくちゃ、またね、なんか、はい、お会いなかなかできない人なんかもね、バース掛布さんなんかは、やっぱりそうそうお会いできる方じゃないんで、一応写真を撮ってきたんでね。おー、本当ですか。後で皆さんに共有したいと思います。いや、もうぜひぜひちょっと見せてもらって、うん、ちなみに、舞台裏では、なんか、舞台裏どんな感じだったんですか、通りマッチ。いや、もう、みんな、ロッカーはとりあえず入り混じってるんで、はいはいはい、いろんな人がね、いて、で、僕と由伸と、上原、あと岡島、はいはいはい、がまあジャイアンツの同級生なんで、はい、そこ4人でこう固めてもらって、はい、で、あとそっちに斉藤さん、槙原さん、村田さんがいたりとか、はいはいはい、で、ね、ちょっと逆側には天野さんとかね、あれがいたりとかしてたんで、結構入り混じりながら。なるほど、なるほど。じゃあもうそうそうたるメンバーと、なんか誰と話されてたんですか、久々さん。別に。ずっとそうだな、上原、
吉信ですかね、はい、本当に同級生3人組、まあ、年齢の、ね、近い人たちばっかなんで、まあね、一応そんなんであのずっと話してたのかね、はい、結局そこかよって、ね、確かにえ何話すんですかでもベンチとかでやっぱりいやもう本当たわいないことですよ あの人すげえなとかいや大野さんが、はい、あのカープのね帯の大野さんが、はい、いや67歳でいやすごかったですよね。やっぱああいう風にならないといけないなと思いましたね。いや大野さんめちゃめちゃ早かったですよ。僕もめっちゃ早かった。あのアナウンスで60みたいな、うんうん、そうちょっとびっくりしましたね。67歳であれだけ体を動かしてあれだけ投げれるっていうのはなかなかできないんじゃないかなと思うんで、あれ目指さないとだなあと20年後っす、ね、20年後あんなできるぐらい、いやすごいかったですよ。だって120近く本当投げたんじゃないかぐらい、ね、なんか球のキレも本当によかったよかった。 変化球もあのそれなりにちゃんと投げれたし、ね、すごかったですね。本当すごかったですね。いやあれはじゃあちょっと選手も結構どよめいてたんですね。いやどよめいてたで野村さんが、はい、野村健次郎さんが、はい、ひさお前67だぞ大野さんはえマジっすかお前どうできるかみたいなこと言われたんですけど、はい、僕で自信ないですみたいな話をあの野村さんと野村さんってあのね僕駒大の大先輩だったんですね、はい、今度は野村さんにも出てもらわないとね。あもうぜひぜひ野村さん出てほしいですね、はい、本当に駒大トークがあるかもしれないと、うん、いやーでもそんな感じだったんですね。じゃあすごかったですね、うん、久々どうですかもう対戦で一番印象残ってたのは。いややっぱりもうラミですね。あ、まあ、ラミがあの全然雰囲気も、はい、あの現役時代とかあんま変わらなかったんで、はい、あこれやられるなっていう感じバリバリしてましたよ。球場もちょっとなんか、うん、そっち寄りに応援がちょっとやっぱりなってて、ね、いけいけみたいなね、はい、感じだったんで、まあでも本当にね打れないでよかったな。いや本当に久野さんもなんかちょっと打たれた時僕あのテレビでも見てたんですけど、まあ、ちょっと笑ってましたよ。おいとか言っちゃうんだけど、途中あの水もらいに行ったりして一回ちょっともうね喉カラカラなんですよ緊張感と。いやーすごかったですね、はい、本当に本当に良かったです一番あのどうですか試合全体でちょっと思い印象に残ったことを大野さんもありましたけど、いやホームランですかね、はいはいはい、やっぱ和田さんと宮本さんがねホームラン打ったんですけど、そうですよね。いやなんか簡単にまだまだ打てるんだなっていうね、うん、簡単じゃないのかもしれないですけど、結構やっぱりねなかなかあれだけのもう50歳にね、はい、お二人ともなられてるんで、そこでやっぱねホームラン打てるっていうのもすごいですし、まあ、上原がね、あとそうですね、うん、肩がめちゃくちゃできてたなっていう。いやそうですね、うん、もう3者連続三振で、フォークもね、吉野君にフォーク行くよっつって、はい、空振り取ってますから。そうですよね、吉野君帰ってきてめちゃくちゃ落ちてたんで結構してたんじゃないですか、吉野君はね、言うぐらいだから。いやそれは相当したかもしれないですね、うん、僕はでも宮本さんはあのコラボで、うん、あの久々に対戦したじゃないですか、はい、あの時はちょっとバッティング仕上がってたんじゃないかなってちょっと思いながら、実はね、はい、そうかな。でもよかった、本当に敵じゃなくてよかった、本当に敵じゃなくてよかったです本当にマジで。絶好調の宮本さんだと、ちょっと久々に相性がやっぱり、いや本当悪いですね。古田さんが、はい、あの久々のお前、はい、俺抑えて宮本に結構打たれてたみたいだなって、はい、って言われて、はい、いやそうなんですよ、でも古田さん本当僕全然打ってないですよねみたいな話をね、はいはい、してきて、いや本当にそこら辺でちょっとこう煽りみたいなのもあったんですね。そう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 、いやすごかったですね。まあでもキャッチャーもね、あの一応試合だったんで、はいはい、ちょっと、古田さんとね武井さんには、ね、あの受けてもらえなかったんですけど、はい、まあとりあえずあの良かったですよ。いやそうですね、またじゃあ来年も出れたら出るかもしれないと思う。そうですね、まあ体と、ねはい、もちろん日程とがあるんで、はい、来年もねあれぐらい自分の中で投げれればいきますけど、はい、もうちょいトレーニングしとこうかな。いやもう本当にぜひと思いました。いやでも出てましたけどね、本当球速も全然出てましたし、うん、もう、まあねピッチング練習の時ももうザワザワザワってしたんですけど、いやいや打たれた時も同じぐらいザワザワザワってしてて、まあそれが いいとこだと思うので、本当にもうでも、はい、あの本当に全然冗談抜きで今日この試合一番の盛り上がりはあの8回だったと思います。そうですね、いやそれね、あのちょうど多分テレビ中継とか終わっちゃったかななんていうところで、いやもう一番見せる
ピッチングだったんじゃないかと。よかったです。いや本当に、じゃあもう今日はお疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。もう帰ってすぐ寝ます。はい、はい、お疲れ様です。じゃあ配信も終わります。